that's the next question. He's very good for Newaza. Then he was giving seminars in Japan, in France, in Germany. Why is it so good, this Newaza in Budokukai? 一番上が李先生で、二番目に補佐先生やって、はい。他にも二三人やったけども、はい。先生がね、はい。18歳の俺入って、はい。おじいさんも36歳まで現役でやったから、徹底的に仕込まれたわけ。ああ、そうなんです。毎日毎日。その寝技の方が多いんですか？いや、立ち技ももちろん。立ち技も、はい。もちろん立ち技。しかし、寝技の細部に立って、あれだけの寝技をやろうとこがない、人がないよ。本当の寝技もな。はい、はい。行動感の利点はやっぱ仲悪いんですか？ いや、仲は悪いことないけど、はい。それはもう、全然一線画したのかな。武勢がもう歴史はあるしやな。はい。まあ、行動感は歴史がありたってな。はい。その後からできたはい。ところだな。はい。もう、行動感は東の方やな。はい。言うたら、西の方はもうそういう、無線とかそういう感ああ、じのそう。先生方は全部やったから。はい。無線は初めから柔道教えてないんですよ。初めから柔道？充実から来てるんですよ。全国から全国強い選手を集めて、はい、はい。強くしたわけだからな。それの生徒だった人が、無線の私らの師匠になって、ああ、無線もすごいよ。無線の習った先生方っていうのは全国で指導にほとんどかかってたからな、一はい、時は。行動会に全然も教えられてます。行動館は後になってできたけど、だから行動館の歴史よりも、私らはそういう無線のはい。意識を持って柔道ばっかりやったから、試合の形式が向こうの彼の試合の形式やったから、ああ、そうですね。俺らはといも。はいはい。無線はまだいろいろな寝技だけの試合行ったり、いろんな形があったけども、はい。俺らがもうするのはやっぱり、あの試合するのは行動館のああ、規定で全部従ってやったわ。はいはい。はい。で、その無線だけの時は、その足絡みとかもあったんです。膝関節とか。いやいや、そんな柔道で膝関節は、取ったりとああ、はい、肘関節だけは取ってるはい。はいはいはい、はい。